ムレータを使う闘牛士ムレータとは、闘牛の最後の場面で、闘牛士が使う赤いフランネル製の布とそれを支える棒のこと。最初の場面で、闘牛士が用いるケープとは別物である。なお、カタカナ表記ではムレータとも書かれるが、本校では以降、ムレータに統一する。ムレータは、闘牛の最終局面で使用される道具である。ムレータは、エストックと、 闘牛士が最初の場面で用いていたケープとを覆い隠している。闘牛士はこの群れタを牛の木を引くために使用する。群れタを右手に持つことをデルチャソゾ、左手に持つことをナトラルという。牛は二色性四季角であるため、本来牛の木を引くために赤色を用いる必要はない。牛はカポーテのピンク色と群れタの赤色を正確に見分けることもできない。 にもかかわらず、ムレータが赤色をしているのは、付着する血痕を見えにくくするため、および、それが伝統であるためといった見栄え上の意味しかない。闘牛には、様々な場面が存在し、それぞれの場面に、固有の名称が与えられている。ファエナというのは牛を殺す直前に、闘牛士がムレータを使って、牛を巧みに操り、牛の肩の間をエストックで刺して、 牛の大動脈を切断するのに好都合な場所に追い込む場面である。もしファエナに失敗した場合、牛を直ちに殺すために、闘牛士は副武器の剣で牛の脊髄を切断する。これら牛を殺すための所作は、闘牛士が一人で行うものであり、これによって闘牛士は文字通り牛殺しの称号を得る。ファエナの他に有名な場面としては、例えば、ベロニカがある。 ベロニカは、闘牛牛が一箇所で静止した状態で、ケープを振ることで、突進してくる牛を避ける場面。ありがとうございます。